はいどうも、ゆだいです。はい、今日もね、一通りやっていきたいと思います。はい、ということで、今日はね、ちょっとガチャ引いていこうと思います。はい、まあ、昨日来てたやつね、月曜日の、ガチャを来てたんですが、まあ、昨日できなかったんでね、今日やっていこうかなって思います。はい、まあ、今回はね、まあ、多分ね、他の動画見てもらった方は分かると思うんですけど、まあ、マンチェスターユナイテッドとね、マンチェスターシティの、ガチャになっております。はい、まあね、クラスレーじゃなくてこういうダービー系、まあ、マンチェスターダービーみたいな感じのガチャになるんですかね。結構ここはどうなんですかね、今後。それこそ、まあ、ロンドンダービーとかトリノとか、まあ、インテルミランとか出てくるんですかね。はい、だけどちょっとね、早速能力の方を見ていきたいと思います。はい、まずフィル・フォーデン、まあ、フォーデンはね、結構出てきてますからね。うん、何 FP、 多分、ね、おそらく FP の方が強いと思うね、これは。うん、FP の方が強いし、クラブパック、ナショナルパックか、ナショナルパックの方が強いと思いますけど、まあ、うん、持ってない人がね、当たれば全然大当たり枠なんかなって思います。はい、フォーデンはね、強いですね。まあ、チャンスメーカーですけど、普通に強いと思います。はい、次カイル・ウォーカー、こういう、なんやろ、ハイライトで出てくるのは初かな、ウォーカー。うん、ちょっと欲しい気もする。もうゴリゴリフィジカルスピードなんでね。まあ、トッテナム時代の時はもうゴリゴリのスピードとフィジカルで押し切っていくタイプだったんですけど、ちょっとマンチェスターシティに入ってね、足元も、まあ、若干上手くなっているということで、はい、ちょっとカイル・ウォーカーね、使ってみたい気もします。はい、まあ、スキルもね、結構優秀なんで、はい、意外と当たりなんじゃないかなと思います、ウォーカーね。はい、次アントニーも初めてかな、ハイライト、マンチェスターでハイライト来るの。アントニー自体が初めてか。まあ、あれですね、ドリブル特化型タイプですね。でもまあまあ、使ってみたら面白いかなって思います。はい、まあ、身長低いんで、結構ね、身長低い選手って、なんていうかな、小刻みっていうか、小回りが効くんでね、まあ、チャナティックとかも、まあ、小回り効くタイプなんですけど、うん、結構 ドリブルはしやすいのかなっていうイメージですね。はい、で、まあ、ワンシュー、ピンポイントクロスね。まあまあ、ドリブル系のスキルはね、ついてますけど、うん。あ、アントニー、スターだったら作ってみたい選手でもあります。はい、で、ナタン・アケー。ああ、アケーな、ちょっと微妙なところなんですよね。身長的にも180なんで、まあ、サイドバックがな、やらすとしたら、うん、まあ、それか、3センターバックのね、左右のどちらかってなると思いますけど、まあ、スピードもそれなりにあるんですけど、ちょっとディフェンス能力がね、若干低いのが気になりますが、うん、スキルも微妙なところなんですけどね、まあ、ちょっと外れあくかな、結構来てるしね。はい、次、フルナンデス。ブルーノも、うん、何回も来てるね。今回 OMF で2列目からの飛び出しということで、まあ、まだ、プレイヤースキルが、ね、2列目からの飛び出しなんで、そこがいい感じに作用するんじゃないかと思います。こんな足が遅かったっけ、ブルーノ。あ、そう。まあ、ってなったら、まあ、そうですね、ウィングよりトップ下になりますよね。うん。まあ、今まで結構ね、ウィングとか、ね、僕、ウィングのフェルナンデスはね、持ってるんですけど、まあまあまあ、2列目から飛び出しなんで、まあ、スピード70、スピシュンをね、70台まで上げて、まあ、あとはオフェンスのところに振ればいいのかなと思います。はい。すいませんね。はい。なんで、このフェルナンデスはね、ちょっと、うん、普通、うん、当たりではないです。はい、次、デヘア。そうですね、まあ、デヘアはね、普通にキーパー的な強い部類に入るんで、デヘア当たりやと思いますけど、まあ、ジーダとかね、それこそカーン、カシーダスとか、なんかそこら辺のね、
クルトワとかね持ってる人おればうーんっていうところですね。まあライブアップでがね A とか B に乗れば全然ガチスカ入りはできると思うんで、まあデヘアいいかなと思います。はいはい、次リサンドロマルティネス。マルティネスな身長がな低いんだよな。まあ、空中戦というよりまあ地上戦で勝負した方がいい感じだと思います。はい、で、まあ、サイドバックが不適正なんで、まあ、能力的に見たら、まあ、ボランチ起用もありなんかなって思いますね。うん、あのオフェンスの能力もそこそこあるんで、うん、こうセンターバックよりボランチの方がいいのかもしれません。はい、何度もテスト普通やな。はい、で、フリアンアルバレスね。僕ね前普通のノーマルのアルバレス出したんですけど、まあノーマルでもね結構強かったんでね、前来てたっけ、来てたね、あのワールドカップの FP よりちょっと劣っちゃうかなと思うんですけど、まあそれでも全然使えると思いますよ、フリーアルバレス。うん、アルバレスもねドリブルしやすかった、ノーマルよりも。うん、なんで、うん、多分ワンパワンシュースルーパスね、ミドルシュートピンポイントクロス、スキルはねいいスキルほぼついてるんで、うん、アルバレス僕は欲しいです、一番欲しいかなアルバレス。はい、というわけでまあアルバレス、アントニーウォーカーかな僕が欲しいのは。はい、というわけでねこれ3回なんで、3回引いていきたいと思います。さあまあ多分今回全員星5なんでね、まだ星の時点じゃわからん。さあ誰だ、誰、ああ持ってる持ってるんだよな、ヘルナンデス。まあ2列目ラカールの飛び出しやからね、今万有でトップしてやな、ヘルナンデスは。はい、ヘルナンデス。はい、ということで2回目引いていきます。さっさっさ、いやーアルバレス欲しいよねやっぱりね。さあまあ星5は確定なんで、こっから誰来るかですよね。アケカイ、アケーなー、いまいち能力がぐんと伸びないんだよね、 FP とかこういうハイライトで。はい、上げ、はい、3回目引きます。最後やねこれ、もう、うん、これでデヘアとかね当たったらもういらんって感じやね。さあ誰ですか、誰、6番、マルティネス。一瞬アントニーかと思った。今回はディフェンダーだ、ディフェンダーですね。マンシーマンユー。マンシーマンユーのセンターバックを当てていくという。はい、マルティネス。ああどうなんですかね。まあとりあえずメンバーリストまで戻りたいと思います。はい、ということで持ってきました。はい、今回こんな感じでねなりました。はい、共にセンターバック獲得していく。でフェルナンデス、2列目から取り出しね、出るのは確かこっちのフェルナンデスやからうん、どっちがいいんだろうね、まあ、2列目からの方がいいんかなおそらく。はい、っていうわけで、今回ねまあ、リサマルもね、まあ、ボランチで使ってみたら意外とありなんかなってちょっと思ったんで、まあ、使えたらね一回やってみたいと思います。はい、というわけで、今回ね、ここで終わりたいと思います。はい、また引き続きね選手紹介動画ねやっていきたいと思いますんで、また、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ではでは。